ボロブドゥール遺跡、ボロブドゥール遺跡、ボロブドゥール遺跡、ボロブドゥールは、インドネシアのジャワ島中部のケドゥボン地に所在する大規模な仏教遺跡で、世界的な石像遺跡。世界最大級の仏教寺院であり、ボロブドゥール寺院遺跡群の一部として、ユネスコの世界遺産に登録されている。インドから東南アジアに伝播した仏教は一般に、部派仏教。 ジョーザブ仏教と呼ばれる仏教であったが、ボロブドゥールは、大乗仏教の遺跡である。2010年、ラピサンの灰で被害を受けた。ボロブドゥール遺跡は、中部ジャワの中心都市ジョグジャカルタの北西約4 2トル、首都ジャカルタからは、東南東約4 0 0トルに所在し、巨大なムラピ火山などの山々に囲まれた平原の中央に立地する。 遺跡層面積はおよそ1.5万メートル。高さは、もともと42メートルあったが、現在は破損して33.5メートルになっている。シャイレーンドラ朝の時代、大乗仏教を奉じていたシャイレーンドラ王家によって、ダルマトゥンガ王地下の780年頃から建造が開始され、792年頃に一応の完成を見たと考えられ、サマラトゥンガ王、 暗い812年から832年の時に増築されている詳細は口述。ボロブドゥールは平原の中央にある計約50メートルの天然の丘に森土の上安山岩や年番岩を積み上げて作られている。寺院として人々に信仰されてきた建造物であるが内部空間を持たないのが際立った特徴である。一番下に一辺が 1> 約115メートルの屈折した方形の基段があり、その上に基段と相似型をなし、やはり屈折した5層の方形段、さらにその上に3層の円形段があり、全体で9層の階段ピラミッド状の構造となっている。この構造は仏教における3階を表していると考えられている。詳細は口実。なお、それぞれの高さの比はに3を基調とし、全体で 4? 六、九の比によって構成されている。五層の方形団の円は壁になっていて、各層に幅2メートルの露天の回廊が巡らされる。方形団の四面中央には、階段が設けられており、円形団まで登れるようになっている。層延長5キロメートルに及ぶ、方形団の回廊には、仏教説話に基づいた四460面に及ぶ。 浮き彫り彫刻レリーフが時計回りに続いており、登場人物は1万人に及ぶとされている。同様二2 1 2面の装飾浮き彫りには、天神やら説、鳥獣、植物文様及び、インド神話に登場する伝説上の鳥獣などが見られる。なお、外装、内装ともに四方に階段を持ち、各面いずれも、全く同系同構造で、どれを正面とするかわからない。 何学的に金星な構造となっている。仏像は、第1回廊から第4回廊の壁岸くぼみに432体、3段の円形段の上に、築かれた釣り金状のストゥーパ72基の内部に1体ずつ、収められており、いずれも一石造りによって、等身大に作られ、計504体を数える、詳細は口実。レリーフは、その構図の巧みさ、 宣伝された浮彫,彫彫刻の技法、細部表現の優雅さで知られ、仏像と共に、インドのグプタ美術の影響が強く認められる。ボロブドゥールはまた、その形状から、世界最大級のストーパ、仏塔でもある。ストーパとは、釈迦の遺骨や遺物などを収めた建造物であるが、ボロブドゥールは、さらに内部にも多数のストーパを有する得意な構造を呈している。 ストーパの釣り金状になっている部分は一辺23センチメートル台の石のブロックをメスカシコウシ状に積み上げ中の仏像を廃することができるようになっている。漆喰などの接着剤の類は一切用いられていない。ストーパ72機は全体では三重の円を描くように並び仮想より32機、24機、16機あって頂上には 釈迦の遺骨を収めたとされる、ひときわ大きなストゥーパがあり、天井を目指している。この中心塔には、大日如来を置かず、空洞にしており、これは、大乗仏教の神髄である、空の思想を強調しているとされ、ジャワ仏教の独自性が示されている。ボロブドゥールは、それ自体が仏教的宇宙観を象徴する巨大なマンダラと言われ、一説には、 シュミサを模したものとも考えられている。シャイレーンドラ朝は、8世紀半ばから9世紀にかけて、オーストラロイド系の民族が、ジャワ島中部に建てたとされる王朝である。シャイレーンドラは、サンスクリット語で、山からの王という意味であり、インドシナ半島の古代王国フナンの、プノン、山と何らかの関係があるのではないかという推論も、唱えられている。この王朝の成立経緯については、 シュリービジャヤ王国が8世紀半ば以降に、ジャワ島中部に進出したという説と、ジャワオケでシュリービジャヤに君臨した王朝であるという説があり、詳細は未だ不明である。大乗仏教を保護し、ボロブドゥールはじめ数多くの仏教建築を残したほか、サンスクリットの辞典、アマラテラを古代ジャワ語に翻訳している。ボロブドゥール寺院の造営は、778年の カラサンヒブンによれば、ダルマトゥンガ王は、ヒンドゥー教を奉ずるサンジャヤ王家、コマタラム王国のパナンカラン王に対し、ターラ、タラボサツを祀るための寺院と、シャイレンドラ王家を祀る仏像のための僧院を建造するよう提案したことによって始まったとしており、780年頃より造営が開始されたものとみられる。それに対して、パナンカラン王は、周辺の土地を免税とする代わり、 その力の収入を寺院造営に利用するよう、命じたと秘文では記している。サングラーマグナンジャヤオーチカの九十二年、ボロブドゥル本体の建設を一応完了している。サンジャヤ王家は、シャイレーンドラ町に服属し、その証として、仏教建造物への寄進を行っていたが、シャイレーンドラ王家とサンジャヤ王家との関係は、必ずしも、敵対的ではなく、サマラトゥンガ王の娘で、 シャイレーンドラ王女のプラモーダ・バルガニーとサンジャヤ朝の王子ラカイピカタンは婚姻関係を結んでいる。サマラトゥンガ王地下の824年、ボロブドゥール寺院の工事が再開され、それは833年まで続いている。しかし、サマラトゥンガの死没した832年、王の後継者が未だ幼いことから、その姉にあたるプラモーダ・バルガニーがシャイレーンドラ朝の摂政となった。 その後、実験は、プラモーダ・バルダニーの夫ラカイ・ピカタンに移り、二人は、チャンディ・ロロ・ジョングランをはじめとする、ヒンドゥー建築プランバナンジー・イン軍を建造した。これによって、中部ジャワの地は、再びバ信仰を報ずるヒンドゥー勢力に支配され、大乗仏教は、ジャワより後退した。832年以降、シャイレンドラ朝は、非文にも資料にも現れなくなって、しまうが、 833年を最後に、ボロブドゥールの回収も終わっている。シャイレーンドラ王家のその後の消息を伝える、唯一の碑文によると、後継者争いに敗れたシャイレーンドラや最後の王子、バーラプトラは、856年、スマトラ島のシュリービジャヤ王国へ逃れ、その王女と結婚したとしている。このような経緯から、ボロブドゥール寺院を、 シャイレーンドラ王家の霊病として考える見方もある。建築資材となったのは厚さ2 0トルから3 0トルの霧石レンガ様ブロックである。ブロックは質の荒い黒海色の安山岩や業界岩を切断して製造されており、寺院はこのブロックを積み上げて建造されている。使用されたブロックの個数は200万弱に及び、 容石は5万5千メートル、総重量は約350万トンにもなると言われる。ボロブドゥールの構造は仏教の三階を表しているとされる。つまり、下から、木段は人間のいる四界、その上は神と人間が触れ合う世界である四界、さらに、その上部が神のいる無四界である。ボロブドゥールでは、木段が四界、方形段は四界。 縁談は無色界として表現されており、人は下から上へ登っていくにつれ、欲望に溢れ罪悪に満ちた世界から、前上に達した世界へと移っていくものとされる。すなわち、悟りを目指す菩薩の修行を表現しているとみなすことができる。奇談においては、分別善悪王法行が160面のレリーフに彫られており、 主張の日常生活を描写しながら因果応報の教えが説かれている。法経団の回廊のレリーフは、歴史上の出来事が中心となっている。釈迦、ガウタマシッタアルタの前世の物語であるジャータカ、などを絵巻物風に示し、前世の全在同時が巡礼の旅をする仏教、経典、ケモン教入り崩壊品などが描かれており、特に釈迦の生誕から、 最初の説法に至るまでの経緯については、史実とともに、数々の伝説も交えて詳細に表されている。その構図の多様性や、人物表現の巧みさは、ボロブドゥールならではのものである。法径段最上層の七十二面には、不言菩薩の大慈悲心を散坦する様子が、具象化されている。また、円形段には、レリーフはなく、 幾何学的な建築衣装によって抽象的な悟りの境地が示されており、全体でいわば石紙に図解された経典とも呼びうるものとなっている。回廊の外縁をめぐる壁には四百三十二体、各面百八体の仏像が安置されている。仏像は方形段の各面で、面ごとに異なった陰層を結んでいる。各面第四層、第三回廊までの三百六十八体。 各面九十二体については、それぞれ以下のようになっている。なお、第五層、第四回廊の六十四体は、東西南北共に、ビルシャナ仏で、発信説法院を結んでいる。円形団の七十二体の展望林院の仏像は、釈迦如来と考えられており、このことより、ボロブドゥール全体が、密教の系統を引く巨大な立体マンダラであるとする、説が有力である。 五層の方形団の縁には壁が巡らされ、壁には計20の土水口が取り付けられている。土水口は想像上の生き物の彫刻で飾られている。また、団の上下を結ぶ階段の入り口はカーラ、キメ面とマカラ、海流で装飾されたクヌギガーモン、アーチになっている。この遺跡は久しく忘れ去られ密林の中に渦もれていた。その原因については、 火山の荒廃によるものであるとする説と、イスラム教徒による破壊を恐れて、人々が埋めたという説がある。1814年に、イギリス人のトーマス・ラッフルズ、当時ジャワ総督代理とオランダ人騎士、コルネリウスによって森の中で再発見され、その一部が発掘された。1851年から1854年に、かけての第二次調査では、 壁面のレリーフのほとんどが現れ、1885年の発掘調査の際には土台の内壁に人間のあらゆる欲望を描いた160面のレリーフが現れた。崩落の危険性があるため埋め戻され再び覆い隠されることとなった。1900年にはオランダ政府によって発掘調査委員会が組織され、1907年には写真記録が行われた。 また、1907年から1911年にかけては、オランダ人ギンファン・エルプによって復元工事が行われている。インドネシア独立後の1960年代諸島には、遺跡は崩壊寸前の危機にあったが、地盤沈下による壁と床の傾斜、村ピカ山の噴火後の構造破壊を防ぐ目的で、ユネスコ主導のもと1973年から10年の歳月とに、 零零零零零ドルの費用をかけて修復工事が行われ、1982年に完了した。その際、水による侵食を防ぐため排水路を設ける必要が生まれたため方形段分を一旦全部解体し、石の一つ一つにナンバリングを施し、コンピュータ管理を行っている。なお、この修復事業には日本はじめ27カ国が資金協力を行った。日本では、 国際技術諮問委員として、千原大五郎が選出されている。また、1980年からは日本が技術協力を行い、ボロブドゥールとプランバナン寺院群の二大遺跡とその周辺を歴史公園として整備し、文化遺産を保護しながら観光と地域振興を図る計画が実施に移された。1991年には、ボロブドゥール東3キロメートルのムンドゥク寺 1> 東 1.8km のパオン寺院と共に、ボロブドゥール寺院遺跡群として、世界遺産に登録された。この三寺院は、一直線に並んで立地することから、付近一帯がこれらを含む多数の寺院群で構成された巨大な仏教複合構造物ではなかったかという推測も持たれている。その後、2006年5月27日に、 ジョクジャカルタ付近を震源地とするマグニチュード6.2のジャワ島中部地震が起こり、寺院の石塔の一部が崩れるなどの被害を受けた。これについては、被害状況の調査がなされ、事後の修復を予定している。1984年2月22日、インドネシアのスハルト大統領、当時は国家的行事として、ボロブドゥールの修復完成記念式典を行った。 その中でスハルトは、ボロブドゥールが国民的宗教財産である旨の演説を行っているが、これは少なからず、波紋を招いた。1985年には、イスラーム過激派がボロブドゥールに侵入し、円形団のストゥーパ球機を破壊する巨に出た。インドネシアにおける、仏教徒は国民全体のわずかに0.4%に過ぎない。遺跡周辺の村々では、仏教はほぼ、 ゼロと言える。とはいえ、ボロブドゥールは、今や、年間100万人の観光客が訪れる観光地となっている。ただしそれは、政府が外貨を獲得する代償として、地域住民が負担を強いられる原因ともなった。遺跡環境整備のための周辺農地の収容である。これは、強制的な立ち退きを含むものであり、高地面積の強小な農民にとって大きな痛手となった。 遺跡公園となった外側の土地も、はっきりした買収費が払われていない部分が多かった。今日、ボロブドゥールには、数多くのインドネシアの児童生徒が、社会見学や学習旅行、遠足のために訪れるが、仏教徒がわずかなインドネシアでは管理は、株式会社化し、イベントやアトラクションを考えて経営する、遊園地化してしまった。しかし、ボロブドゥールは、 仏教徒にとって重要な意味を持つ場所であることは言うまでもない。数多くの仏像や一般信者が参詣に詰めかけるようになり、寺院としての本来の役割を担うようになった。上実のような問題や批判がある一方で、国民統合の象徴の一つとして国内外からの強い関心が払われている。ボロブドゥールでは、年に一回、5月の満月の夜にワイシャックと呼ばれる。 祭りが開かれている。この日は、インドネシアの公式の祝日にもなっていて、国内外から熱心な仏教徒が、ムンドゥチーンに、まリ、経典を唱えながら、西に向けて案者し、さらに、ボロブドゥールの回廊を登って、ネハンに至るという一大行事となっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。